はい、どうも皆さん、こんにちは、ケンツメシです。ですね、今日は、まあ、前回のね、動画でも言った通り、本当はそのマルチ終盤に動画を撮る予定だったんですけども、結構ね、トロフィーが落ちたり、上がったり繰り返したりして、結局動画撮れなかったんですよ。で、今日の朝は5070までトロフィーが落ちちゃって、5390ぐらいから。で、うわ、マジかと思って。本当に上がんなくて、トロフィーが。もうゴーレムにとってババがいいのかとか、エリババなのか、ミニペなのか、ベビドラなのか、みたいな、いろいろ試しまくってて、すっごい落ちて、時には迫撃砲に戻したりしたんですけど、なんとか、トロフィー、こちら見てください。5430。ベストシーズンが278位ということで、ローカル10位。で、ゴーレム使いでは日本1位という結果が取れました。で、結局、シーズン終了5分前にマルチ行って、その時5399だったんですよ、トロフィーが。で、その時にマルチ行って、見事勝つことができて5430ということで。で、デッキはこちらですね。おい、ケンツメシ、結局エリババかよ、みたいなね。まあまあまあ落ち着いてください。いや、確かにエリババよりもババが熱いとは言いましたが、もちろんその逆もまたしかりなんですよ。ここはほんとすみません。ただ、その、本当にババが刺さるときと、エリババが刺さるとき、まあ、前回の動画見てもらったらわかると思うんですけど、ババも普通に強いし、自分のところの、まあ、ツイッターとかでも、コメント欄でもそうなんですけども、ババに変えたらトロフィー更新できましたっていう方もいるので、やっぱその、合う合わないと、相手のデッキの相性と、まあ、いろいろあるんですよ、ここら辺は。まあ、一概にも、こっちの方が最強とは言えないですけど、一応そのに例えばエリババ持ってないよとか、ババの方がレベル高いよって方は、そちらの高い方を採用していただくといった感じで、なってますね。で、まあもちろんその、エリババの良さは、攻撃に参加できることなんですけども、ババはやっぱ防衛が強いみたいな。その役割っていうのはちょっと微妙に違ってくるので、相手によってやっぱ変わりますね。はい。やっぱスペルはライトニング。理由はですね、まあポイズンが乾燥してくる方は、ポイズン乾燥がいいんですけど、ライトニングの理由は、インフェルノタワー突破と、あとマスケットと大砲、そこら辺を飛ばすことができる。あとは、防衛で非常に使えますね。例えば、ジャイメガゴマスケが来た時に、ライトニングを落としてスケルトンでジャイを防衛みたいな。そんな感じに防衛することができるので、やはりポイズンよりも非常に使い勝手がいいかなといったところです。では、このデッキなんですけども、まあ、リプレイの方が残ってるので、こちらの方を見ていきましょう。今日朝本当にすっごい勝ったんですよ、ここら辺。勝ち勝ち引き分け勝ち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 。これ負けて、勝ち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 かな。うん。で、こう負け負けか。ここら辺もすっごいデッキ迷走してて、まあ、ここはグラチャゲなんですけども、すっごいデッキ迷走しててもうね、本当にね、拗ねてましたわ。じゃあ、まず何から見ていきましょう。じゃあまずその5400昇格戦から見ましょうか。これあれだね。ちょっと音出しますわ。この BGM いいですよね。体が乗ってきますわ。説明欄の方に BGM のリンク貼っておくので、ぜひ見てください。はい、じゃあ行きましょう。さあ、始まりました。今回はまあ、リプレイ解説なんで、好きなだけ言いますね。はい、もうここは読みましたとかね。もうここ読んだんで、はい。みたいなことできるんですけど、そんなことしないです。ここは、初手が悪かったんで、もう悲しみのライトニング。しかもこれ、同額のライトニングで、相手に1アドを取られるのに、2個下のライトニングで、ね、2個アドを取られるんですよ。なんでもうこの時点で正直負けたなって思ってたんですけど、ホグだったんでよかったですね。これ相手が高回転30射だったら負けてましたね。一応もうエリポン、ホグ、3画が追ってきたら、絶対、ゴブ、ミニペッカプリンセスフリーズのホグフリなんですよ。グアネクっていう、前々シーズンぐらいにグローバル1位取ってた人のデッキです。テンプレですね。で、ここはプリンセスを処理できるカードがなかったので、まあ、エリババ流して。まあ、ね、相手にね、エリババをその、エリババに対して有効なカードがないのも分かってたんで。で、ここでホグ出されてたら、積んでました。ここはラッキー。まあ、これは結果論ですけどね、相手ももちろんその、分かってて、こっちの手札分かってるわけでもないので。で、ここでリポン出してもらって、まあ、ホグだなと分かってたんで、まずゴーレム出しますよね。で、絶対、ホグがゴが来てフリーズ来ると分かってたんで、この防衛ですね。
ちょっとここ止めますね。来ます。で、絶対アーチャー出すとフリーズ来るんですよ。で、三角が強いのでフリーズかけられた瞬間に後ろに三角を出す。はい。で、ザップでガゴをワンパン下で、ワンパン圏内にして、ガゴを叩くんですけど、まあ、微妙にダメージ入りましたが、もう、ホグフリーズした瞬間にはエリクサーないので、逆サイドをかけていきますと。で、これでもう、相手積んだと分かったんで、ここで退出していったんですよ。まあこれ、どんしか、やってても勝ちましたし、まあね、退出されたのはラッキーでしたね。まあ普通に、どの道勝ってたんでよかったでしょう。まあ、これ5537相手ですね。じゃあ次。ジャイガゴガゴガゴ。はい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 。もうラババルの、ラバをジャイにしてみましたみたいなね、感じだよね。そうね、相手迷ってるね。こっちも初手が非常に良くない。とりあえず、この状況で、例えば相手がね、ロイジャイとか来ても、エリババがないので、手札を回すしかないんですよ。なので、そういう場合は、セパレアーチャーします。で、ここなんですけど、ライトニング。理由はですね、まあ、なんだろう、メガゴとジャイを、ジャイに当てるだけで、まあ、6エリクサー並みの強さがあるんで、打ちましたね。で、ここなんですけど、ザップ本当はしっかり打つべきだったんですけど、外しちゃったんですよ。なんで、ここすっごいダメージもらってます。いや、これね、あそこのザップ外しなかったらダメージ全然入ってなかったんですよね。で、ここは落ち着いて、まあ、エリババを使っていて気をつけることは、あんまね、エリババカウンターはしない方がいいね。基本、ゴーレムの中からエリババが刺さるかな、やっぱり。うん。でも、エリクサないときは、その、サンガゴで防衛して、カウンターでエリババを流すとかありますね。ここはライトニング打ちたかったんですよ。なんすけど、あーってなって、エリババ出ちゃったんですよ、これ。いや、本当にライトニング打ちたかったんですよ、これ。本当にね、この時、はーってもう声出てますよ。で、こう、5打ってもらって、これでゴーレム展開してもいいんですけど、ゴーレムってアドバンテージを取れば取るほど、その攻めが強化されるんですよ。なので、ここはスケルトンを回して、エリクサボンボを立てていきます。やっぱ、ジャイデッキっていうのは、その、ジャイで攻めた後が動きづらいんですよね。なので、その間に、で、ここは、アナホリッシュを処理したかったんですけど、まあ、読み負けですね。で、ここはまあ、ガゴムレで防衛してくるのは分かってましたね。で、ここでゴールも展開して、で、ここザップで、ガゴムレを処理。で、まあ、ジャイが来ますよね。で、こう、ライトニング。で、まあ、ファイブは打たれましたが、ここで、もう、相手リクサないと分かったんで、この瞬間に。エリババを飛ばしていきます。では、これで、1-1と。で、やっぱ、その、大型に対してゴーレムで同サイドに、レーンを張ると、すごいね、勝ちやすい。ここですね。ここは、しっかり見ていてほしいんですけど、ジャイって真ん中が来るじゃないですか。で、ジャイガゴって、これすっごい嫌ですよね。ジャイにタゲ取ってて。この時は、ガゴがタワーにタゲを取った時に、ガゴを出してください。で、スケルトン。で、ザップでタゲを戻すと。これ相手もね、その、ガゴの、タゲがどこに向いてるか分かってないんで、ファイブを遅れたんですよね、相手も。これラッキーでした。で、あとはもう、お得意の。まあ、これ今ファイブをどっちに来てもね、勝ったんで。で、ハハハーンで終わりですね。まあ、こんな感じで、まあ、エリババが強いよねっていう話だよね。で、これ、日本戦でまあ、トルネード、ホグだったんですけど、もう惜しかったね。うん。まあ、これはいいから、とりあえず置いてきますわ。じゃあ次、スケラ行きますか。こっち。ジャイスケラの方ですね。まあ、まずエリクサーポンプを置きまして。で、これ相手の手札、事故ってますね。で、ここはスケルトンらしくたんで、まあ、スケルトンですね。
これが強いんですよ、スケルトン。スケルトンって、1レベル差があると勝つんですよ。で、このね、もう最初のこの立ち上がりの時点で勝ったなと思いました。やっぱスケルトンラッシュって言っても、手札事故あるんですよ。そういう、スケルトン自体、スケルトン部隊、ね、スケルトンラッシュ自体がスペルなので、この時はざまーって思いましたね。そんなデッキ使ってから悪いんだよ、みたいなね。で、ここはライトニングで飛ばすんですけど、エリクサーが溢れるので、まあ、ガゴを展開してから、で、まあ、矢の雨が来た。ここね、この瞬間にザップかませてたら、一個折ってました、これで。けど、ちょっと遅れてしまって、まあ、相手もね、負けじとジャイを展開。で、ここは、スケルトン。あのね、アイスピーを、スケルトンアイスピーの方が良くないですかって言われたんですけど、こういうところが本当に強い、スケルトンは。まあ、それとあとはさっきのあれだね、スケルトンラッシュに対してもね、スケルトンが強いんだよね。スケルトンラッシュカンストってあんまいない、あんまいないんでね、はい。いなくはないですけど、あんまいないんで。で、ここはゴーレムを展開します。大体後ろからマスケットなので、確かここはアーチャーセパレートかな。で、こう、オーブン出たら、ワンチャンその逆サイドの方にライトニングかけて、やろうかなと思ったんですけど。これね、相手うまいね。もう、ガゴしかいないなって分かったんで、多分、飛ばしてきたんですけど、まあ、スケルトンが仕事するよっていう話だよね。で、これで、左サイドを落としましたと。でも、エリクスアドバンテージも取れてるので、まあ、非常にいいですね。で、このガゴのダメージは目をつぶります。スケルトンラッシュってワンコンボで持ってくデッキなので、まあ、ああいう、わずかなダメージはいいかなといった感じで。で、これ、ジャイに対してリババを出す。で、矢の雨来ると分かったんで、まずスケルトンで様子見。矢の雨を飛ばしてから、ガゴ。はいはいはい。これですね。で、もう、あとはスケルトン部隊でしか防衛できないので、この瞬間でもう勝ちを確信して、怒りのね、スケートのラッシュ使ってんじゃねえぞという皆様のね気持ちを代弁していってきました。で、ここでもうねガゴ群れとまあエリババのねもう感じで、はい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 。で次これかフリーズの方ですね。さあ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 、まあ、幸運にもね初手エリが初手エリポン来てるんで、まあ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 、いや、本当にね、戻すの大変だったよ。5070ぐらいからもう、12勝ぐらいかな。そうだね。12回ぐらい勝ってるし、途中で、この時点でスケルトンらしいかなと思ってるんで。で、ここなんですけど、ここ。アーチャーを処理するスペルって、ウッドザップか、ファイボか、みたいな感じなんで、あんだけナイトとか出して、エリクサー使った後にエリポン置いてるんで、まあ、止めれるやついねえだろうなと思ったんで、もう、ゴールも出しました。でも、山岳は強い強い。で、ここは、ガゴを出して、ナイトごと持ってきます。で、エリクサーポンプを置いて。で、ここはね。で、この時なんですけど、エリババで攻める。はい。で、ここザップ。たまにダメージ受けるとともに、エリートババリアンが残る。そして、エリートババリアンの、ダメージ、ホグザップと同じ要領ですね。と同時に、まあ、ガゴをね、タワーのダメージで処理できるようにします。で、ここはスケルトンラッシュやっぱ前の壁を破壊しないとダメなんで、3が5で早急に処理をしました。で、ここはゴーレム。で、この時に、後ろからゴーレムしない理由は、なんですけど、出してなかった。後ろからゴーレムしない理由は、エリクサーアドバンテージ取れてるじゃないですか、エリポン2個で。その時に、後ろから出すと、この、ゴーレムの後衛につけたユニットが、出せなくなっちゃうんですよ。そのエリクサーが溢れちゃって。なので、ちょっと前目から出すといいですね。
さあ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 。さあさあさあ、ここライトニングですね。で、まあ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 、ここで、もう、エリートバーバリアンですね。相手のスペルとか分かってるんで、もう。いや、フリーズ長いっすよね、もう。で、これザップでガゴをワンパン。はい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 。やっぱね、ローリングウッドにしたいんですかって言われるんですけど、こういうとこがザッパー強いっすね。で、勝利と。やっぱその、スケルトンラッシュっていうのは、攻めにやりくさをかなり使ってくるんで、全部防衛にするんじゃなくて、同時に攻めるっていうのが、ポイントかなと思います。ホグはまあいいかな。ラバーバルっすよね、みんな見たいのは。よーし、見ましょう。あと、あれなんですよ。余談なんですけど、あの有名なライブリーカラーズのイサポロンさんって皆さんご存知ですよね。一回シーズン途中にグローバル1位を取り、そしてその後に、グローバルフィニッシュが15位かな。で、まあ、現在日本1位と言われていて、まあ、ね、今シーズンも日本1位だったんで、ここの場合は、まず、同サイドにゴルムです。墓石がなかったら、エリートババリアン逆サイ流し込んでいいんですけど、で、ここはエリクサボム守ってください。死守です、死守。で、なんだっけ、そうそう。で、イサポロンさんが、いるんですけど、まず、めちゃくちゃ上手いです、あの人は。自分フレバトで勝てる気もしないですし、やっぱ考えてることが違いますよね。で、その方が、まあ、みんながね、プレイ見たいとか、リプレイ見ただけじゃわかんないとかいう感じのこと言ったら、YouTube を始めたんですよ、YouTube を。はい。それは下の自分の説明欄のところに YouTube のリンク貼っとくんで、もう皆さん今すぐ動画を止めてチャンネル登録してください。はい、これ強制です。はい、本当にもう何参考になるのレベルが違うんですよね。で、その YouTube 始めたてっていうのはやっぱ登録者とか伸び悩んだり、その人の動画自体めっちゃいいのに全然伸びなかったりするんですよ。なんでぜひ本当見てください。はい。この剣詰めしなんかのやつ見てる場合じゃないっすよ。はい。で、ここなんですけど、もうラバーのサイド捨てて、はい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 。でもガゴムレクルっていうのを、分かってたんで、防衛でね、こうアーチャー出します。で、こう振ることによってやっぱラバーが単体で突っ込んでくるんですよ。これが美味しいっすね。そう、だからみんなね、今すぐこれを止め、この動画止めて、概要欄に行って、チャンネル登録して戻ってきてください。はい。やっぱね、自分も見たんですよ、動画。自分はこういうなんかゴーレムの動画をさ、上げてるんですけど、やっぱホグの動画なんですけど、まあ、ポロンさんはね、やっぱ普通にうまい。ここは、ザップアチャで、さらにね、ガゴを添えて。ザップアチャ、ガゴを添えて。はい。そんな感じで。え、これもう捨ててください。はい。捨てて、一応ね、致命傷だけ避けて、行きましょう。でも、この時点でね、もう、こっちの形できてるんで、もう、こうなったら、もう、ラババルと言ってもね、ただのね、空飛ぶゴーレムだ、ということで。はい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 。はい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 。これはね、気持ちいい勝ち方でしたね。やっぱね、なんだろうね、イサポロンさんホグ使いなんだけど、考えてることがやっぱすごいなって感じですね。で、この三重子は、初手負けっすね。リポン置かれて、みたいな感じでしたね。で、まあ、日本戦もアリーの、ロイジャイの、みんな何が見たいんだ？ロイジャイも一本用意しとこうか。ちょっと待って、時間見ますわ。19分ね、オッケー。ロイジャイと、あとね、もう一個ラバがあったんだ。あった、ラババル。みんなね、どうせ、ラバに勝ってても、ラババルに勝てません、みたいなね。大体そう。なんかデッキ開発したら、誰かが、ラババルどうするんですか、みたいなね。まあまあ、確かに強いですからね。一個スケルトン出して、エリポン持ってこようと思ったんですけど、こう、エリババ、逆サイ。はい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 。で、このザッパスケルトン部隊待ちっすね。
レッツアップ、はい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 、まあ、ダメージを出して、はいはい、これね、もう相手エリクサ使ったんで、ラバーが単体で突っ込んでくるんですよ。はい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 。で、ここなんですけど、ガゴがタワーにタゲを取るときに、アーチャー。はい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 。これが大事ですね。これだけでやっぱダメージ全然変わるんで、やっぱその、そうですね。まあ、アチャザップがあったんだったら、そのガゴ村をガゴを叩いていいんですけど、で、今のここなんですけど、メガゴだったら防衛できてません、多分。メガゴね、スピードが足りないんですよね。で、この状況を見てもらうと、弾ダメージは取られてますけど、エリクサーアドバンテージはこちらにある状態なんですよ。なので、ゴールも展開していきます。まあ、墓石苦手だけどね、このデッキ。でも相手マスケットいるんで、墓石とマスケットをライトニングで潰せたらいいかな、みたいな感じですよね。なんですけど、相手のね、マスケットにしても工夫してきてあったんで。で、結局打たなかったんだね。うん。で、エリババ流し込んで、結局1個取ろうと思って、やっぱそのサイド振ることによって、ラバが単体で突っ込んでくるんですよ。で、ここはスケルトンで受けて、処理と。で、これ相手のタワーはもうキングの方がっつり削れてるんで、あ、これくんもうキング行こうと。2本目落とすフェイクをして、墓石が潰れた瞬間にキング行こうって感じですね。とりあえず墓石剥がして、で、リババでスケルトン部隊来ると分かったね、ザップ。で、相手もね、また上手いっすよね、出す位置が。で、うまく防衛されてしまいましたと。で、まあ相手がね、もう攻めにエリクサを使った瞬間。はい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 、リババザップ。今度はね、上手にスケルトン部隊を剥がせましたと。で、一発、二発、三発、そしてライトニングが刺さると。いった感じで、ま、勝利ですね。ラババルには、ホレイをプレゼントしましょう。はい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 。で、ロイジェイ、どっちの方がいいんだろう。こっち5180か。5196。どうしよう、ロイジェイか。ホグはさっき見したもんね。日本人はな、ちょっとダメだしな。枯渇ホグか。でもな、見たいんかな、枯渇ホグ。でもあれだもんね。多分見たい人いるし。あと枯渇ホグとロイジェの解説しております。じゃあこっちで。はい、よろしく。はいはいはい。もうこの初手はエリポンっすね。エリポン置いて、様子見ですね。はいはいはい。で、ここはまず、後ろのね、バレグから処理。まあ、このバレグね、ザップで飛ぶんですね。まあ、でも、乾燥の時の立ち回りをね、しっかりしといた方がいいので。で、ここでも相手リクサ使ってるんで、リババを飛ばしますと。で、一応、スケルトン部隊。なんすけど、まあ、この攻撃は刺さらないと。いった感じですね。まあでも、エリクスアドバンテージ取れてるんで、ゴーレムを降臨させます。この鳴き声好き。いいっすね。で、まあ、スケルトン部隊と、ガゴ軍はいるかなって思ってるんですけど、まあ結局スケルトン部隊いなかったっすね。で、ここなんですけど、これ。ザップガゴ。これでマジですぐ処理できます。これマジですよ。やっぱザップかなって思っちゃうよね。はいはいはい。でもファイボ来るの分かったんで、アーチャー後ろから、泣いて困ってますね。まあ、大砲。シャアなし大砲かなみたいなね。一応ホグ警戒。でも、これあれっすね。もう、畳みかけて、相手防衛ホグ。で、このスケルトンがマジで強い。このスケルトンがマジで強い。
で、あいつはエリクサを使ったので、もうね、このエリババが入ると。で、なんなら、プリンセスまで持っていくと。で、エリクサポンプ置いて、で、まあ、ここでゴーレムっすね。で、これは受けます。で、確かガゴムレが来たんだね。あ、違うわ。で、これは、完封します。で、ここで、まあ、タワーを落とされなければ、相手はね、ファイブを使うしかないかなと思ったんで、防衛したかったんですけど、ちょっと1体届いてしまいましたね。で、まあ、でも、ホグデッキは、やっぱ、11に持ち込めば勝ちやすいんで、で、これザップっすね。よかったですね。相手、格上じゃなくて。12レベルのバレルでよかったっすわ。7レベルのバレルか。で、ここはまあ、こう誘導して、プリンセスをまず先にアーチャーで処理。こんな感じで。で、まあね、来るなら、まあ、大砲かなと思ったんで、ここにエリババを出して、で、ここにガゴを出して。で、これザップっすね。これマジで強い。ガゴザップマジで強い。でも相手はね、どうしようどうしようつってフィニッシュと。いった感じですね。はい。まあ、こう見るとやっぱりエリババ強いんかなって思っちゃうよね。取られちゃいか。5-9。こっちかな？関数の方がいいね。やっぱねー。難しいよね、クラッシュロワイヤルって。結果論が全てなんで。やばい、広告が鳴っちゃった。また、動画の、BGM の。よいしょ。で、ここなんですけど、もうね、オーブにはライトニング打ってください。ファイスピが出るタイミングで打ちます。もうね、学びました。変に、オーブンに、ユニットと裁くよりかは、タワーダメージ取った方がいいっすね。で、ここはゴーレムを出すと。で、まあ、ロイジャー行くなって分かってたんで、まあ、相手テクト悪かったんですけどね。に、アーチャー。で、これね、アーチャーにちょっとまずかったっすね。相手のアーチャーがタゲ取っちゃってるんで、非常にここまずいっすね。今はやばいやばいやばいってなってますよ。でも、ババまでいんのかよと思って、やべえわと。で、この相手の嫌な雨はラッキーでしたね。でも、やっぱガゴとかガゴ軍使っててわかるのが、嫌な雨めっちゃうざいっすね、あれ、ほんとに。嫌な雨強いよね。その嫌な雨、入ってる、ジャイボーラー宝石とかすっごい嫌いですわ。でもな、メガゴってさ、なんかね、移動速度遅いしね、渋いよね。やっぱね、ガゴとね、エリババが相性いいんだよ。すごいガゴエリババで削ったりするときあるんで。で、ここはま防衛しつつカウンターの形ですね。でもこれ相手、ババとかしかないなって分かったんで、エリババを流していきます。いや、この位置のオーブンもラッキーでしたね。ここね、相手ね、変にね、ファイブを渋って、処理できると思ったのが甘かったっすね。で、ここはもう、左のサイズは、捨てて、逆サイでいきます。一応ね、スケルトンを出して、まあ、嫌がらせをしておきますと。で、ここはもう、エリババを流すと。で、こうザップ。で、ザップでやると、エリババ2発になるんですよ、ババが。それが強いですね。でも、この形まで押し込めば、もう勝てますと。ライトニングでフィニッシュ。こんな感じですね。
まあこんな感じで一応5430までいったのかな。まあ大事なのはデッキの把握と、まあ焦らないことかな、結局は。やっぱその連敗してるときって焦ってるときなので、結局大事なのはその落ち着いてやることかなって思いました。で、このデッキなんですけども、ポイズン、ライトニングはポイズンでも OK です。で、ガゴはメガゴでも OK で、アーチャーをメガゴにしても OK です。で、スケルトンはアイスピでも OK、 アイスゴーレムでも OK で、エリババはバーバリアンでもいいし、ミニペッカでもいいですけど、自分はエリババかババをします。で、例えばそのまだカンストしてないよって方はレベルの高い方を採用するのをおすすめしますね。で、ザップはウッドでもいいんですけど、ザップをウッドにするならば、ま、ウッドは4レベルは欲しいです。そのカンストの人ならね。でもカンストプリンセス倒せないのでかいんで、はい。まあそうね、ザップをウッドにするならば、ここはまあライトニング一択かなといって感じです。じゃあね、こんな感じで、まあゴーレム日本一位ということで、まあ今回は調子乗らせてもらいます。まあね、まだまだ、ゴーレム完走とか、まあ、ライトニング7レベルとか、エリポン11とかね。まだまだ上があるんで、またね、頑張ってやっていきたいと思います。じゃあね、概要欄に貼ってあるイサポロンさんのチャンネルは絶対登録してください。絶対ためになる。上手くなりたいんだったら、俺の動画よりもこっちを見なさい。はい。以上で。じゃあ、チャンネル登録者数が、1万人、ケンツムシが突破したら、みんな大好き、プレゼント企画で、ね、魔法のカードをね、プレゼントする企画をやるので、ぜひね、チャンネル登録してください。では以上、ご視聴ありがとうございました。